おはよう、こんにちは、こんばんは。僕の異次元空間へようこそ。ネグダコンタクティーコアキーパーパート3ですね。やっていきます。今回は何しようかな。これ前回こんなに育ってたっけかね。とりあえずちょっと探索なんかもしたいし、あれですね、動物もちょっとお迎えしたい。あ、なんか一撃で出せるようになってるじゃん。そうでもなかった一撃で倒せる個体もいるな。キャトル。基本的には剣でザクザク。あー、なんかデカブツいっぱいいるな。いいっすね。キノコもいっぱいあるね。おお、デカブツも意外と楽にやっつけられるようになったな。よし、キノコいっぱい取れるから、このキノコの床みたいにね、これもたくさん置いとくような場所を作るのもいいかもしれないな。違う。お、冒険者の星埋まってたんだね。あっちなんか新しいバイオームじゃない？なんか高い草が生えてる。あっち行ってみたいね。よし、じゃあ。そういや、斧ってないね、これ。まあ、木という木じゃないからな、それは。よし、じゃあちょっと。この辺も、壁、新しい壁かな。この辺掘ってみようか。そうでもないか。相変わらずどうですか。マジでどの辺で取れるのかちょっと気になりますね。あ、これはあのクリスタルみたいなやつかな。おそらくそうでしょう。この辺、あ、なんか柱みたいなの出てきたぞ。ちょっと待ってくれよ。見づらい。え、何で違う、クワでやってたわ。よし、いけ。この辺の草は何かに使えるのかな。あ、宝箱だ。ちょっと待ってな。そうなんだよね、わざわざ剣を使わなくて。目新しいアイテムは全部、種ばっかか。これ新しい幼虫カポックの種。なんだそれ。植えると繊維が取れる植物に成長する。もう虫ではないんだ。とりあえずちょっと、まあ、この辺チェストを壊してアイテムも全部回収していきますかね。とりあえず明るくしておいて。このゲームにはボスとかそういうのはいるのかな。いそうな気もするけどね。
とりあえず今のところあのキノコスライムでかいキノコぐらいしか出てきてないからな。この辺の箱系とは壊したいか。とりあえず新しいアイテムっていう表記が出てますが、さっきの帽子と草ぐらい。これ銅じゃないな。あ、多分クリスタルみたいなやつか。でもいよいよそういうのがなんか多くなってきた感じ。よし、インベントリちょっと見てみるか。そうだね、9になってるもんね。古代の宝石、でも特別目新しいものはないから、新しいバイオームってわけでもなかったしね。ちょっとなんか目新しさを求めてどんどん進んでみますかね。うわ、なんだあれ、デカ物だ。とりあえずこっちから進んでいってみようか。うわ、やべ、あ、柱も取れるんだね。壊れた石柱。これなんだ？ちょっと待ってよ、調べるか。この辺はちょっと壊しときつつ、これは何でしょう。特別なんか起こらないけど、あ、もう取れないもんね、ほら。なんだろうこれ。このオブジェクトは破壊できない。これ何なんだそもそも。何の音？ボヨンボヨンみたいな。あ、この扉かな。この向こうになんかいるんかもしれんね。上にちょっとチラッと見えてる何かが。ほらほら、ジャンプしてるんかな。まあちょっとインベントリーいっぱいになってきたし、一旦戻ろう。一旦戻りましょう。新しい拠点とか、あ、この辺のなんか緑色のこの床みたいなのも手に入るのかな。意外とそうでもなさそうな。お、生えてますね、木が。桃もできてるね。どうやってでもマジ広げていけばいいのかってよくわかんねえな。持てないのか。ちょっと待ってよ。あ、種をとりあえずじゃあ巻こうか。こいつ13個もあるやん。よし。で、水ね。木はこれ以上生えないのかな。どうなんでしょうね。いや、家も広くしていかないといけないしね、これ。もうだいぶ手狭になってきたぞ。あ、この辺のなんだっけ、これ電子回路だっけ、部品、電線、オンとオフ後切り替えが可能な微弱な電流を発生させるとか、圧力プレート、色塗りができる、
理論回路、入力3つのうち2つだけに電力が供給されている場合に通電が行われる。どんなことをやるんだろうこれ。ダイナマイトパック、ランプ、電気に明かりをつけることができる。おーすごいな。あ、電動ドア、あ、こういうのをちょっと使ってでは、鉄とかないけどね。発電機、テーブルと素材を薄く切るためのシンプルなノコギリ、使用には電気が必要。発電機、これだよね。ちょっと待ってくれちょっと、やれることがいっぱいありすぎてちょっと困っちゃってる。しまえる、この辺もしまえるね。種系もしまえる、うん、ほいほいほい。なんだろう、ちょっととりあえずさ、違う、とりあえず整地して、土地をちょっと確保するか。じゃあちょっとあの扉も気になるけれども、こういうのってさ、掘れない。あ、ん？ちょっと待って。今ちょっと思ったんだけど、ピッケルよりあれ？あれこっちはなんでそんなに簡単に壊されてたんだろう。これが違うな。え？砂ブロックだから、いやよくわからんな。こういうのはクワで掘ったらいいの。ちょっと一旦ちょっと、あ違う。え、これどうやって掘り返すんだろう、こういう地面は。緑とか、あ、お、あ、なるほどね。え、これ穴開いたら何になったの？穴？水？え、何？ちょっと待って。ちょっと待って。いや、ちょっとまだいろいろわからないことが多すぎる。とりあえず。して、これなんだ、水なのか。水ができました。ちょっと松明。は？何これ？穴？通れなくなったんだけど、単純な穴なの？じゃあないよな。ん？何なんだろうこれ。釣りじゃないよね。できないよな。え、何なんだろう。まあいいや。これは芝のブロック、柔らかい苔の生えた芝、砂のブロック。こういうのってさ、土ブロックを思ったら、あ、置けるんだ。え、な、ただ穴なんだ。じゃあ穴が開いちゃったんだ。あ、なるほどね。上に1回置けば
床になるし、もう一回置けば壁になると。じゃあとりあえずちょっと芝ブロックいいなと思うから、この辺は全部刈り取っていくか。自分のお家のね、装飾に使わせていただきましょう。で、開いた穴は土ブロックで、ほら、埋めさせていただくと。OK。だけどね、この、これも穴か。ここにも開いてるのか。はいはい。で、この下は何なんだろう。これね、掘れないのよ。嘘でした。砂ブロックね。今のは砂ブロックか。砂のブロック。オッケーオッケー。よしよし。じゃあちょっと、装飾をしていきますか。お家のね。今日はちょっと、装飾会になるかもしれないな。で、あ、生えてきてるね。なるほどなるほど。よし、じゃあ、割とでも、あ、ちょっと、なんか、広い土地が必要になってくるよね、これね。畑だけでこれぐらいのスペースを取ってるわけだからさ。こういうのは、ただの装飾か。これは、こういう床は、ただの土になっちゃうか。多分そうだよね。そうだね。よし。では、よし。はぁ！くそー。まあなんか、それぞれの場所というか、ピーチならピーチみたいな感じで、作っていかなきゃね。この辺も綺麗にしていくか。多分これ畑系でしょ。地道な作業だ、まあでもこれが面白いんだけどな。ちくしょう。十字キーだとやりづらいところもありますな。よし、とりあえずいいか。で、おお、でき始めてる。早いな、意外とね。迷うな、どうしていこうかな。これをベースに、普通にできるわけか。松明は取り除くことなく、
掘れるわけね。まあ、ちょっとあまり細かなことを考えずに、とりあえずちょっと畑の広すぎるかな。5マス5マスぐらいか。でもちょっとどんどんいろいろ育てていこう。もう爆発ピーマン、この辺も実際全然使ってないもんね。で根っこの種、ハートベリー、発酵チューリップ、あとこのなんか虫みたいなやつね。よし、あ、ちょっと待って、ここ掘ったはいいけど、ここまで改良しなくちゃいけないからな。ちょっと家を建設するのに邪魔になりますかね。まあいいや。これか、今の爆発ピーマン種ね。次、発酵チューリップか。次はちょっと掘り直さないとな。作文を考えると、あ、いいかも。いや、あまり難しいことはやめておこう。気に入らなかったらまた作り直せばいいだけだからな。はいはい。あれ？で、こいつを。松明があるからってことか。やっぱり邪魔だったわけね。はい、で、とりあえずここも全部取り除き、これをちょっと収穫して、柵は柵で壊しちゃう、ちょ壊しちゃえばいいから、ここはもう埋めちゃうか。はい、そこは良かったんだ。まあいいや。収納か、壁でいいか。壁、操作にいまいち慣れない、ほんとまだ。土をとりあえずしまい込んで、まあ後のことはもうちょっと後で考えよう。よし、で、これか。オッケー。ね。ちげえよ。
違う。で、次か。よし。操作を操作がね、本当にちょっとまだ慣れない。3回目にして、よし。で、次がお、めちゃめちゃ木生えてくるな。もう、近づけるか。こいつはこいつでちょっとここに用意しといて、これはここでいいか。あ、でもこれも3つしかないからここでいいか。よし。で、タイムつけて照らしといて、自動化したりできるのかね、いずれね。あっという間だね。よしよし。あとはまだくすくすくそう。マジであったような、もう巻いたとこにはいいのやらなくて。よし、 OK。 でもって、なんかでもちょっとすごいなこの木。あ、これはあの草を中心に木が生えてくるって感じかな。だからなんていうの、この部分さえ刈り取らなければ延々に生えてくるっていう解釈でいいのかな。ちょっと様子を見てみよう。足りない正直。これっていくつがマックス、まあでもさっき何百とかってなってたからな、とりあえずいいや。で、柵、あんまりなんていうの、意味を感じないよね。何のためにあるのかというかさ、
でかいキノコみたいのが来たらあっという間に壊されちゃうからね。ここら辺、こういう柵には松明はつけられるのかな。つけられないな。その辺も考慮して作らなきゃいけない感じ。いやー、なんかちょっとあっという間に時間経っちゃうね。いろいろ考えながらやってると。とりあえず、まあ、こういう感じで適当に置いとくぐらいしかできないか。柵もどんどん作らなきゃな。柵これだね。木材、このマジでいくらあっても足りないよ。木材なんてどんどん生えてきてもらわないと。で、木のフェンスゲート、とりあえず4ね、はい、あっ、おっと、君生まれてたんだ。よいしょ。とりあえず水さえあれば育ってはくれてるみたいだな。通路的なのは作っといた方がいいわけだ。ちょっと考えもんだね。これもちょっと全部収穫できるようになったら場所変えようかな。で、ここも、ここはもう閉じちゃって、あ、廃棄が入った。そうだね、多分そういう解釈でいいんだ。まあ、ここ開けとこうと思います。ここをにして、よし、オッケー。まあ、ここはいいや。よし、次はでもちょっとお家を広げることを考えないと。下に広げるか。畑作っちゃったしね。部屋を区切るとかそういうことができないな。そういう扉とかがなかった。細かいことは後から考えるとしてー、単純に広げよう。なんかババっとね、作りたいよねなんかちょっと、違うのよそうじゃないのよまあいいわ、はい、よいしょ、よし。で、ちょっと暗いんで松明を適当につけておく。だいぶ、どうなの、
植物たちもできてきたかな。ちょっと。よし。まだだね。これってなんだ？壊れちゃった。ってことは、あ、床もこれ木の床作れるわけだ。あとはこれは塗り塗りの床か。作れるもんもいろいろちょっと作ってみたいな。あ、卵のね、孵化させるのも作った方がいい。ガラスの部品。ガラスってなんで作るんだっけ？あ、これか。これね。ガラス。ここに入れるのは砂？砂だっけ？砂の塊から実用的なガラスを作る便利なかまど。でこの中に砂か、ここだっけね、砂、こういうことでいいか。一回ちょっと試しにやってみよう。お、できるできる。よしよしよし。で、とりあえずちょっとフローリングみたいにしときたいから、全部これ何で作るの？木材か。木材。くそー。木材。よし。20、30ぐらい作っとく。全然足りないかな、30じゃ。あ、もうなくなっちまったよ。じゃあもっと作らなきゃか。もうちょっとこの辺、あ、この辺ちょっと移動させよう。どけちゃっていいでしょうか。ちょっとできたガラスはこの中でいいよ。一旦全体的な模様替えをしたいので、よし、これをもう掘り返すか。お、なんか鍵出たぞ。多分鍵だよね。ちょっと待って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 、チェスト、はあ、どうしよう。ちょっとチェスト部屋みたいのを作るか。扉みたいの欲しいよね。本当。
思いつきでじゃんじゃんやっていこうぜ。違うのよ。例えば壁作ったら1、2、3、4、5、もう一個か。でこの辺ちょっと壊そうか。結構やっぱ広くなっちゃうな。なんか気持ち悪いなこれ。取れないか。よし。でここにチェストを並べていこう。でその前に。敷いて、よし、まだ取れんか。でここにチェストを並べていこう。これも方向ある？あるね。チェスト方向あるんだ。ああなるほど。この辺の方向もねいまいち分かんないんだよ。これが正面ってことか？そうだね。こうした時に正面だね。よし。でここにブロック系のものを織り込んでいくか。持てないですけどね。よし。とりあえず持てるもん全部入れてちょっとここにどんどん収納していこう。で後で整理で整頓したらいいもんね。鉄の鍵、やっぱ鍵だった。これは銅の鍵だったよね。銅のところ鍵のかかった。銅製の宝箱、正しい鍵を使えばって言ってるかな。違う、それじゃないです。よし、もういいや。もうとりあえず全部あるね。5つずつぐらい並べとくか。ちょマジでいっぱい必要だもんね。わ、何？あ、これだ、杖だ。びっくりした。入れましょう。
ちょっと矢印が分かりづらい。なんかね、5個ずつブオって置いていくか。チェストは作れるよね。1、2、3、4、5、6か。OK。よし。1、2、3、4、5。OK。もう受け取れないか。ここには植物系を置いておくかね。種か。あ、お魚にしようかな。お魚。これもお魚だったな。ちょ、説明の上か丸かぶりすんのマジやめてほしいな。植物、あ、魚あるね。魚。植物。植物。言うて植物系ないな。まあ、食べ物か。食べ物。うん。ベレット。食べ物。ここに種系を入れていきましょう。はい。で、下は装備品をどんどん突っ込んでいくか。まあ、解体とかすりゃいいんだろうけどな。つければどうのこうの。左手に装備できるんだ。今左手ってなんか持ってたっけ？左手に装備できる。これか。はい。こっちは盾だ。床って持ってました。ないか。どっかにしまった。これじゃ意味ないぞ。覚えてないよじゃ意味ないのよ。これを一回壊した方がいいか。
し。ここも。でもって、ここにかまど置こうかな。もう一個置いてもいいかも。かまど。土ブロックか。まあいいや。じゃあとりあえず床をいくつか作って。まだ間に合わないんじゃないか。よし。んで。お腹が減ってきた。ごめんよ。この辺の収穫もしないとな。オッケー。あ、種ありがとう。これまだできてなかった、もしかして。できてなかったっぽいね。種が出ちゃったよ。花はいいだよね、多分。そうだね。なんでかぼちゃも。ちょっといっぱいなりすぎ。ちょっと待って、全然取れないからさ。とりあえず通路を作るために、これ色塗りできるんだ、木の質。はい、これで1マスか。そうだね。だから こんな感じかな。これで2マスか。ちょっと待って。じゃあ、こういう感じか。やばい。本当こんな。あ、なんか水がお家の中入っちゃってるぞ。時間泥棒だよね。ね。ここを壊して、ここも壊して、で、こうなるんか。で、柵を、これでいいわけか。んで、こいつを、これこ、ん？
この間もこれやったと思うんだよね。向こうにしか開かないからこんでいいのか。はいはい、よしよし。でもってこいつを、やばい、ちょっとほんと時間がいくらあっても足りないね、こんなこんなことやってたらパートいくつまでいくんだろうね、これね。あ、ほんで終わりか。で、松明はとりあえず壊して、OK。で、この種をまいて、で、扉をつけて。しまうか。この辺だったっけ、植物ね。そうそう。なになになに、食物系はこの辺に入れましょう。あ、これも食べ物系だったんだね。ちょっと待って、これで、で、松明角角にどんどん置いていくか、とりあえず。あ、あいつこっちのに来てる、あのヤギちゃん。え、牧場とか作るとなるとさらにまた土地を広げていかないといけないんだよね。これはやばいっすね。ぐらいになるんですか。1,2,3,4,5,6 だからど真ん中はないか。こういうのも気になるんだよね性格的にというか、真ん中がないからしょうがないんだよな、これ。こら、これ言うこと聞いてくれ。こ、あ、ん？違うよな。ちょっと待って。ここが2の？ここでいいのか。おおむね真ん中か。よし。
ここになるから、こういうことか。いいね。はい。1、2。めちゃくちゃ明るくなったな。いいね、でも明るい方がね。まだ水もあげてねえんだったな、そういやな。ちょっとこいつを取り除くか。取り除けないや。他に何がある？まあ、とりあえず柵とかはもういいか、片付ければ。こっちにブロックとかをどんどん入れていくかね。こいつは、とりあえずここにでも置いておこう。で、水を与えよう。なんか電子回路とかあるわけだから、なんかそれこそスプリンクラーみたいなね、そういうのとかもやりそうな気がするけどな。あと種ってなかったっけな。種もうないね。全部入れ切ったかな。よし、じゃあ、木はここでよかったんだろうまあいいか、木は勝手にいろんな奥に生えていく。おっとっと、よし、なんか綺麗になってきたわ、ようやく。やっぱこの辺なんか見栄え悪いからさ、やっぱり下の方がいいかもね。ここに砂ブロックどこやりましたっけ。あれでも全部牧草地、あれ砂どこ行った。もう全部使っちゃったか。あれないね、全部使っちゃったんだっけ。ないや。うん。じゃあいいや。とりあえず。ここに。収納し、あ、全部焼けてるね、ガラスね、うん、インゴットとかもいいや。ブロックで作るようなものは、あ、そうか、ベッドとかもなんかいろいろまだありましたな。
ぬりぬり床。床もいいよ、とりあえず。もうめんどくさくなってきたから。めんどくさくなったけど。あ、これな、あ、ダッシュ。あ、そうかそうかそうか。あれね。羽を装備したからね。はいはい。で、ちょっとついつい食べ過ぎちゃう。見てないとね。根っこの種。ああ、根っこの種か。もういいよ、根っこの種。そんな増やさなくても。とりあえずね。こう、根っこの種はこの中に収納して、これ爆発ピーマンと発酵チューリップ、これはちょっともらっておこうか。発酵チューリップ、爆発ピーマン、よし、で、ベッドとか、ベッドで、カーペット4つだから、ちょっと前に置いておきますか。こんな感じで。で、ベッドは、これが下向き。こっちにしようかな。OK。手織りのマット。ちょっと装飾として置いとこう。もろい、これは家の前ぐらいいいっすかね。7つあるっぽいから、めっちゃ凝れてるけど、これはこういう模様なのかな。ランダムじゃなくて、こういう、そこに置くときはもうその柄にしかならないみたいな感じだね、きっとね、これね。よし、ちょっと待ってよ。スコップか。これなんで壊してるかっていうと、あの草がついてたからです。はい。よし。いいんじゃないですか？ねえ。いいと思う。うん。で、とりあえずちょっと全部どんどん放り込んでおこう。あー、やっとなんか整理ができた。うん。あとね、あの修理するやつ、修理するやつが、こ
それね、修理分解、こいつをとりあえずここでいいか。はい、でちょっとこれはもうこの中に入れておこうかな。はい、これも一緒だよね。で、あと作れるもの、別のものも作っていきたいから、あ、動物の餌ね。動物の餌。これ。畜産の作業台。幸せな動物たちの飼育に便利な道具や家具を製作できる作業台。繊維と銅のインゴット。これだったっけ？これだね。これと、ほい、よし、向きはこうか。よし、でこれちょっと、おお、何これが、輸送ボックス、畜産動物の捕獲。ああ。鈴、鉄のインゴットないですな。これはリード、長いリード、急がせることができ、ああなるほどね、こう引っ張ってくるわけだ。これが餌置き場。またちょっとね、鉄とか鈴とかそういったものがないから、とりあえずその辺も集めておかないといけないっすね。この辺も全部入れちまえ、入れちまえ。竿は欲しい。この辺ももう入んないか。全部入れちまえよし、これもいらん。あれ、スツールは置いとこうかな。ここに置いとこうかな。内側に置いとこうか。邪魔くさいからな。これも向きあんの？ないか。よし。じゃあちょっと鈴と鉄？そうだよね。その辺を探しに行かなきゃいけないな。時間かかっていろいろしてるけど、なんかあんま進んでないっていうね。次マジどこ、あっち行くか。あっちの方行ってみましょうか。こっからが本編スタートみたいな感じになってるけどあ、違う、これ行けねえんだ。向こう側なんか行けなさそうだな、もしかしたら。そうだね。ちょっと待ってよ。水辺だもんね。橋を作んなきゃいけないか。こっち側から行けなくもなさそうだけど、橋作ってくるか。あっちに橋を架けるか。ね。よし。あ、違う。こっちですね。橋の上にも普通に置けるんかな。あ、置けるね。よし。ここなん、どうなってんだこれ。え、何これ。あ、床がない。なんか端の方に、なんか世界の果てに来たような気持ちだわ。よし、いで、え、なに、あー、剣じゃなかった、草よし、おっと、あ、じゃあレンジャーのフード、装備いっぱい手に入るな。
お、って聞いたんだ。びっくりしたわ。じゃあちょっと。すげえな、ここちょっと俺を違う掘っちゃった掘る、そんなもんか。なんか端に来るとさ、風の音が聞こえるようになるんだよね。音楽が消えてね、なんかあるってことだよね、きっと。デカブツいたな。そうそうそう、しまった。さあ怖い。うわ、なにこれ。動物が虫を求めている。畜産動物。いい味方か。気持ち悪い。ちょっと待ってね。これなんだ？お団子虫プレート。え、何これ？アーマーなんだ。ちょっとね、餌持ってないからさ、ちょっと待っててね。うわー、ちょーお前、欲しいな。いっぱいいる。ん？なんか落ちてった気がするけど、まあいいか。広いっすな。どこに行こうかな。でいて、くそ。勘弁してくれ。壁がもったいないじゃないか。これといってね、目新しいものが、あ、ん？あっちもなんだ、見当たらないんですよね。どんどん進んでいかないと、とりあえず新しいものには出会えないか。お腹空いて、ちょっと待ってね。インベントリもいっぱい見またの。あ、なんだ、今光ってる。うわうわうわ、何あいつら。うわお、ちょっと待った。ついに人型現れたぞ。
広いね。しかしうっすら光ってるからじゃんじゃん進んできちゃったけれども、これくらいで行き止まりになったから、とりあえずちょっと松明やべえな、やば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 、ちょっと待って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 、どうしたらいいのこれ、あ、はあ、死ぬかと思った。違うちょっと待って、こんなもん18個も作ってどうすんだよ。作業台めっちゃ作っちゃったな。ちょっと暗いところにどんどんつけていきましょう。忘却の遺跡、ここから入っていけるんだ。やばい。あ、なんか新しい鉱石かもしんないね、あれ。いよいよ鉄？いよいよ鉄かな？ちょっと掘ってみようか。あ、硬え。あ、違うっけ？ん？いいよね。硬っ。おー、石のブロック。何これ。アンモナイト。何このメテオみたいな、何だったの。これ鉄か？いよいよ。めっちゃ時間かかる。あ、鉄の鉱石出ました。ここまで来てようやくか。家庭っす。ちょっと待って、なんか殺されそうで怖いから。しておいて、さあちょっと突っ込んでいってみるか、あいつらに喧嘩を打ってみるか。あ、装備をね、こういうここでついにこういうこいつにしてやればいいかもしれない。まだこの石が、やばいやばいやばい、来るか、来たな。あ、出てくるんだ普通に。おっとね、気づかれてない。で、よっしゃ。いやでも、よし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 。でも取れないな。困ったな。ちょっとでもとりあえずちょっとここら辺にいるやつの退治はしておきたいので。お、来た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 。さあ勝負だ。おお、いで、やばい、よし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 、パリーもあるんだ。
で、とりあえず、OK。アイテムが取れないのがちょっと残念だな。え？あれはなんだ？寝てるんかな？一旦ちょっと戻るか。とりあえずちょっと荷物を預けて、あ、装備か。どこだっけ装備。あ、これか。あ、なんかレベル3とかになってるな。レベル3。あ、これ何なんだろう。アンモナイト貴重品。古代。貴重品か。あの、人形みたいなもんだね。石のブロック。キノコ人間の像。今にも、あ、これ何？これは、装飾品っすか？ちょっとここら辺に置けますか？コレクション要素かな？いつの間にそんなん拾ってたんだろう。これは、お団子虫プレート。あー、なんか、あったね、そういや。鉄のインゴットを作るためのかまど。これも、これで鉄のインゴット作る。あ、作れるね。これ鉄だよね。よし、ちょっとこれ、放り込んでおこう。よし。で、これは、こう。装備品は、あとはそんなもんですかね。これ解体しないとな。バカらしい基本の作業台。あ、これ何？あ、もう。捨てることしかできないんか、これ。すべての基本となる作業台。もったいなかったな。まあ、木だからいいけどね。しゃあない。よし。この辺もまあ気になるは気になるんだけど、あとは、あ、これ調理鍋ね。他は鉄道、あ、地下鉄道。あ、これか。これでなんだっけ、あの、遠くとかへ、より遠くまで早く行けるようになる的な感じかな。ガラスで基地用の蒸気オブジェクトを作れる作業台。鈴がね、あんまないんだよね。あ、これ作ろうか。銅のインゴットとガラスの部品。ガラス、どこだっけな。ガラス、これ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 。ガラスの部品。銅は銅のインゴットあるから、よし、これでようやく卵が返せるぞ。とりあえずここでいいですね。はい、で、ここに卵を入れればいいんだ。あ、2個もあるよ。とりあえず1個しか入れれないんでしょ。あ、2個とも入れられるのかな。あ、1個だよね、やっぱね。よし。え、なにこれ。電気のマークついてるから、どうやって孵化させるんだ。あ、ここで電子回路みたいなのが必要なのか。いい、そうなんだ。来た。厄介者。まだバレてない。おい、頼む。やめて。怖いよ。よし。お、キノコ人間のブルートだ。また、キノコ人間もなんか、装飾用のアイテムくれたぞ、きっと。これだろ。
いろんな敵がドロップするんかな。レアドロップ枠的なお部屋の装飾品。はいはい、特に何かあるわけではないと。よし、じゃあちょっとアイテム回収がてら行きますか。鉄のインゴットとかもたくさん欲しいしね。あ、この辺この辺。結晶骸骨のかけら、飛翔のズボン、装備品か。飛翔のズボン、うわ、やべ、レベル7だってさ。これがレベル3、体力、マナ、まあいいや、ちょっとそんなことよりもちょっと鎧の方がいいね。うん、こっちの方が頑丈そう。お前どっから湧いたんだ。いげ、よしよし、鉄のインゴットとか欲しいからさ、とりあえず多分鉄製のね、こういうピッケルとかも作れるようになるわけでしょ。そうなると手に入れておいた方がいいんだよね。いや、なのに銅とかも、いや、銅を取るのにも石の中に入ってると一苦労だな。だいぶ増えてる。これは5までいってるから、移動かおよび季節時間の減少。ちょっと待って、採掘やね。あ、1個しか上げれないか。ガーデン、ストライク、次の攻撃、接近攻撃スピード、うん、これが1まで上げてるからこれでいいか。よし、やべ、気がついてないな。あ、キノコと敵対してるんだ。敵は、あ、またなんかある、あそこ。ちょっとここ壊して、あそこもちょっと見に行ってみて。宝箱とかあるぞ。あ、あの扉なんか機械でできてるっぽい。マジで、それも壊そうかな。壊れない。よし。なんか電気回路とかを使って扉を開けるみたいな感じかな。この辺。あ、鉄もいっぱいある。いや、どうしたもんかな、これ。壊せるのこれ。あと、壊せる。あれなんだ、あ、壊れちゃった。何が手に入ったの。あ、壺みたいなもんかこれ。はい、これなんだ、石ゴケ。壊せそうなものっていうか、手に入るものいただいていく。せっかく使い道とかわかんないです。
多分これ電気回路とかがいるんだろうね。奥になんかあるわけだけど、あそこに鉄があるんですが、石で埋めりゃいいんかな。そうだね、鉄とりあえず欲しいのよ。ピッケルやばい。壊れちゃう。あ、これ松明もないのか。ガラクタいらないから。あ、でもこれマジで銅のピッケルとかだとキリがないから。あ、ちょっと待った。地図見てみようか。ここからだったら、このまま下に下ってった方が早そうだね。よし、じゃあ下に下っていくか。で、ちょっと柵を狙おう。新しいね、鉄で作れる、作業台とかが、鉄の装備を作れるね。おい、いて!くそ。これは動物か、寝てるやつだな、うん、よし、この辺せっかくなんだ。土にくっついてる今の全部回収していくとして、いっぱいミルク落ちてる。ここか。ああ、帰ってきた。よし、こんでショートカットできるね、これからね。あっち行くときは、なんか作れるもあるか。あ、これね、鈴の作業台か。鈴のインゴットっつうのがないんだよね。困ったな。今ね、言った新しいバイオームとは関係ないところにあるんかな。鉄が出てきたってことはそういうことだよね。とりあえずちょっと焼くか。はい。鈴もないからね。古代の結晶のかけら、もっと大きなものの一部に過ぎない。なるほど。鈴マジどうやって手に入れるのかな。忘却の遺跡に入る地肥植物っていうの、小さなベリーを実らせ同地域のケーブリングを引き寄せている。これだな、ケーブリングのパン。実なの、種なの、これは。そういうわけじゃないか。種系とかだと、あ、でもん、なんかこの色は何なんだろうね。植えられるの、ちょっとやってみようか。合ってますこれ
水関係ないな。あ、ちょっと謎い、わかんない。とりあえずいいや。とりあえずちょっともう収納しちゃえ。木はね、基本的に持ってた方がいいよね。木は持っとかないと。ちょっと修理もしなきゃな。鉄製品ができるまでの間は修理、強化、修理、ガラクタ部品2か。ガラクタも取っといた方がいいわけか。他にもあったよね、ガラクタ。どこだったっけな。そんだけ？もっとあったと。あ、あったあったと。42。違うのよ。はい。で、これで、これ強化は？強化。銅のインゴット。あ、この辺も強化していけばいいわけか。銅のインゴットを使って。ちょっと強化するか。よよ、あ、もう多分でも強化できないね。レベル2が最高なのかな。レベル 2？ あ、レベル2以降はあれかな、あの別の作業台みたいなのが行ったりするんでしょうか。よし、まだまだちょっとわからないことだらけですが、違う、とりあえずちょっと鈴を見つける旅に出なきゃいけないかもしれないね。今後は、次回か。うん、鉄じゃないんだよ多分。鉄が先に出てきちゃったような感じがするからね。とりあえず次回は鈴を探す旅をね、ちょっとしたいと思います。はい、というわけでコアキーパーパート3はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも刺さりましたら、グッドボタン、チャンネル登録で応援してくださると嬉しいです。ここまでの相手はゆるがば精神のネグでした。またコアキーパーパート4でお会いしましょう。また会いに来てね。おつべーだ。またね。バイバイ。